はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、代収相続と再代収について解説いたします。民法887条ですね。まず代収相続なんですけども、相続開始前に相続人である子や兄弟姉妹が死亡、結核、排除によって相続権を失っている場合、それらの直系遺族が代わりに相続人となるというのが代収相続の内容です。で、まず、それらのこのそれらですね、それらっていうのは相続人である子だったりとか兄弟姉妹を指しています。で、直系遺族っていうのはこれらの子供のことですね。子供だったり孫だったりひ孫だったりを指します。で、ちょっと一つ一つ見ていこうと思うんですけども、まあ、左が代収相続の内容です。で、まずX、 この人は非相続人と考えてください。つまりこの X の財産を誰が相続するのかというところをこう考えていくんですけれども、相続開始前、つまりこの X さんが死亡する前に相続人である子、こちらの事例ではこの人です。この人が、まあ、死亡していたと仮定します。これによって相続権を失っている場合、この直系遺族、つまりこの子供ですね、つまりこの非相続人 X から見たら子供、孫に当たります。この孫が代わりに相続人となるよ。これが代収相続っていうことですね。つまりもう子供が先に死んでいた、まあ、X から見たら子供が先に死んでいて孫がいる場合、孫が相続人になりますよっていうことです。まあ、孫から見たら自分のお父さん死亡を先に死んじゃっていて、で、おじいちゃんが亡くなったからおじいちゃんの財産を自分が相続すると、まあいったイメージですね。で、こちらはこちらです。兄弟姉妹が死亡していたという話ですね。この X っていうのが非相続人に当たります。この人の財産誰が受け取るかっていう話になるんですけれども、お兄さん相続人だった、この X のお兄さんですね、まあ、これお兄さんって書いてあるけども、別に弟であっても姉であっても妹であってもいいです。兄弟姉妹のいずれかですね、いずれかがもう先に死亡していたと。相続人である兄弟姉妹が死亡していました。そうした場合、この人が相続人として受け取るはずだった財産というものを、この人の子供、つまりこの非相続人から見たら甥とか姪とかですね、この人が相続するよ。これが代収相続ですね。どっちも代収相続です。で、今回はこの子供だったり兄だったりが死亡していたと仮定したんですけども、結核だったり排除だった場合も代収相続あります。つまりこの子供が結核事由に該当していた、例えばこの X を殺害しちゃったとか、まあそういった場合です。または排除もそうですね。例えば子供がお父さんを虐待していた、で、非相続人が生前に家庭裁判所に請求をして、で、排除の審判を受けていた、まあそういった場合ですね。つまりこの子供が結核だったり排除によって相続権を失っていたといった場合も代収相続しますよ。こっちも一緒ですね。この人が結核だったり排除によって相続権を失っていたら、その子供、甥とか姪とかが代収相続しますよ、相続人になりますよっていう話です。で、ここで注意が必要なのは、相続放棄の場合は含まないんですね。つまり相続放棄の場合っていうのは代収相続しませんよっていうことです。子供だったりこのお兄さんが相続放棄をしていたといった場合は、孫とか甥とか姪、この人たちは代収相続しません、相続人になりませんという話です。で、続いてこちらが再代収の話です。再代収っていうのは、この子供とかお兄さん、まあ、兄弟姉妹ももう先に死亡していたといった場合ですね。まあ、死亡だったり結核とか排除、どれでもいいんですけども、まあ、そういった場合です。で、こう1番2番で書いてあるのは死亡した順番ですね。この人が先に死亡していて、で、その後 X が死亡したっていう話です。これ先にこっち死亡しちゃうと、死亡しちゃってその後死亡だったら相続して、で、普通に相続するっていう形なので、まあ代収相続ではないですよね。なので、まあ順番としてはこっちが先に死亡しているっていうイメージです。
こちらもそうですね。まあこれどちらが先に死亡してもいいんですけども、X から見て子供、孫がもう先に死亡しちゃっていた。で、X が、亡くなった場合、この X の財産っていうのは、子供が元々の相続人だけれども、子供死亡してるから代襲相続するはずだけれども、この孫も死亡していた場合はその下、ひ孫が再代襲、代襲相続するよってことですね。代襲相続して、さらに代襲相続するので、再代襲という言い方をします。で、これについては、兄弟姉妹については、再代襲ないんですよ。つまり、X が死亡して、お兄さん、相続人だった。で、お兄さんの子供、つまり X から見たら、老いとか姪とかも、まあ、死亡していたといった場合、この場合、再代襲はないんですね。この点注意しておきましょう。代襲相続はできるんだけども、再代襲はないですよっていうところですね。まあ、これで覚えていただければと思います。また今回理解すべき点については個別指導で解説させていただきますので、理解学習をしていきたいという方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。